up here for your language. こんにちは、イミです。イミさん、ほうれい線が年々深くなっています。どうしよう。ほうれい線の悩み、絶対諦めないで。イミの美顔ヨガで、たくさんの人が生まれ変わってるよ。ほうれい線は老化で減少して、硬くなった頬の筋肉をほぐして偏りをなくすことが大切。さらに頬の筋肉をしっかりと鍛えて土台を作れば必ず改善していくよ。今日はそのために最適なエクササイズとマッサージを紹介します。あなたのほうれい線の悩みを根こそぎ改善するよ。きちんと続ければあなたは何歳からだって若返ることができる。大丈夫、私と一緒に20歳若返ろう。鏡を用意して始めるよ。このチャンネルでは全ての女性が20歳若返りを目指す秘密の習慣術をシェアしています。ぜひまだの方はチャンネル登録して習慣にしてくださいね。私と一緒に20歳若返ろう。 Here we go。 それではここに手を置いて優しく呼吸していきましょう。イミの美顔ヨガへようこそ&おかえりなさい。今日も美しくなることを選択したあなたは偉い。反対側も。広告の間も手を止めないで。ここの筋を手のひらで包み込んで温めましょう。そして優しく揉みます。ここをほぐすことでお顔の老廃物の排出を促進できるよ。反対側も優しく包んでゆっくりと揉みましょう。耳を軽い力で全体的に揉んでいきましょう。耳にはお顔を美しくするたくさんのツボが集まっているの。しっかりほぐせばあなたのお顔の血流をせき止めていたたくさんの門が解放されていくよ。次は耳を畳みながらマッサージしていきます。腕を上げているのが辛かったら肘を台について OK だよ。前頭部をマッサージしていきます。毛根を一つ一つ活性化させていきます。あなたの頭皮がどんどん柔らかくなっていくのを感じるでしょう。頭皮の硬さを溶かしていくイメージをしましょう。広告の間も手を止めないで。頭頂部をマッサージしていきます。
ゆっくりと吐く息で緊張をリリース。そんなイメージで優しく揺らしていきましょう。あなたの頭皮の血行はどんどん改善しています。側頭部をマッサージしていきます。自分の頭の硬さに驚いた人も多いんじゃない？この硬さがほぐれれば人生が激変しちゃうよ。だからワクワクしながらほぐしていこうね。腕を上げているのが辛かったら肘を台について OK だよ。2本の指を耳の関節の上のところに置いてほぐします。指のこの部分をここに置いて頬の筋肉をこのようにつかみます。少し引き上げて揺らしていきましょう。皮膚を引っ張るのではなくて奥を押さえるようにつかむのがポイントです。骨から筋肉を引き剥がすようなイメージでやってね。次はここをつかんで引き上げて揺らします。筋膜を剥がすことで筋肉の詰まりを取り除こう。そしてほうれい線をなくしていこうね。次はここをつかんで引き上げて揺らします。筋膜を剥がせば筋肉が奥底から目覚めていくよ。次はここをつかんで引き上げて揺らします。肌の奥の血流が燃えるように流れるのを感じて。反対側もここをつかんで引き上げて揺らします。次はここをつかんで引き上げて揺らします。次はここをつかんで引き上げて揺らします。広告の間も手を止めないで。次はここをつかんで引き上げて揺らします。このマッサージの後は美顔ヨガの極潤エステまたはオイルマッサージで肌を鎮静化させると効果倍増だからとってもおすすめだよ。次は顔の筋肉を鍛えて徹底的にほうれい線を消していくよ。指をここに置いてギュッと持ち上げた状態で歯茎を見せて上唇を引き上げます。いいで頬の筋肉を極限まで持ち上げて
ウォーでしっかり口輪筋をストレッチさせていこう。手が滑ってきちゃう人はティッシュを挟んでやってみてね。上がりにくいところを観察しながらやってね。いいお指をこうしてここをほぐします。指をここに置いて頬をぎゅっと持ち上げます。指の重さに負けないで頑張って。さあ一心不乱に頬を持ち上げるんだ。それもっと高く、もっと高く。あなたは今痛みを感じているかもしれない。この痛みこそが筋肉が育ってる証だよ。頑張って。でも疲れた人は頬をマッサージしながら休んでもいいんだよ。自分のタイミングで再開してね。それもっと高く、もっと高く。指のここの部分を使って目の下をほぐします。2本指をここに置いた状態で頬をぎゅーっと高く上げていきます。指の重さに負けないで頑張って。それもっと高く、もっと高く。指をここに置いてぎゅーっと頬を上げていきます。指をこうしてここに置いてほぐしていきます。あなたの拳が詰まっていたリンパを刺激するのを感じて。あなたがマッサージするたびにお顔の老廃物が流れていくよ。
次はここだよ。ゆっくりと呼吸して、次はここ、ほらお顔が温かくなってきたのを感じるでしょ。聞いてる聞いてる、あなたのお顔が生まれ変わっていくよ。さあ今日も締めの美顔ヨガ行ってみよう。唇を歯に巻き込んで口角をしっかり上げて目の下を引き締める。たるんでるなんて絶対誰にも言わせない。私たちは一生たるまない顔を手に入れてみせる。もっと口角を上げて、もっと頬の筋肉を引き上げて、目の下をしっかりと引き締めて、眉間はリラックスさせて、最高の笑顔で笑うの。だって手に入れたいのは一生たるまない顔。それだけじゃない、誰よりも輝く笑顔なんだから。広告の間も手を止めないで、手のひらを顔に当てて、皮膚の内側で血流が高まっているのを感じて、顔中の皮膚が新陳代謝しているよ。ほうれい線もどんどん消えてく消えてく。今日も自分に丁寧に向き合えたあなたは本当に素晴らしい。またイミさんと一緒に美顔ヨガをしてもっと美しくなっていこうね。2本の指を耳の関節の上のところに置いてほぐします。あなたの美顔ヨガ実践の物語をシェアしてください。あなたの人生はどのように変わりましたか？あなたの心と体はどのように変わりましたか？あなたの人間関係はどのように変わりましたか？イミさんにコメントで教えてね。待ってるよ。ここまで見てくださった方はぜひいいねボタンをポチッとお願いします。あなたの気軽なコメントもお待ちしております。私のやる気がアップしてもっといい動画を作っていきます。若返りを習慣にするためにぜひチャンネル登録ポチッとお願いします。私と一緒に20歳若返っていこう。今のあなたにおすすめの動画はこちら、ぜひ見てくださいね。